急げサスケ、マダラの先には。うわぁ、早くリネガンを潰せ。絶をもう止められそうにない。さすがに早いなサスケ。神、上半身だけを。早く。分かってる。アセン。なぜサクラがここに出てくる。時空間へ行ってたのさ。一瞬だったよ。マダラにシャリンガンを奪われてしまったよ。見せて先生。すまない、マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。この左目のリンネガンをお前が潰してくれ。おがい、この左目を潰してくれ。どうしたサクラ。ってことは大変じゃない。マダラにオビトのリンネガンを取られちゃう。仕込んでいた受印札が消えているな。昔に貫かせ排除した。俺自身が十尾の人中力になるにはあれが邪魔だったからな。いや、期待以上か。何がおかしい。なぜ俺だったんだ。お前は心の底から人に優しく愛情深い。一旦落ちてしまえばそれはこの世界への深い憎しみへと変わるからだ。もう少し必要なものが。その左目を。頼んだぞ。おう、任しとけってばよ。マダラが現れたらしく。奴の影はどうした。影分身と陸道の棒で。ちょっといい。せ、目開けてみて。どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども。気を抜くなと言ってるんだ、ナルト。マダラがカカシの目を奪い、オビトのところに行った。次はリンネガンを揃えて出てくるんだぞ。火影になる。そういった本当の意味。それって。こうしてかつての第七班が揃ったのも、何かの因果かもしれない。来るよ。お前たち、鈴取りの最初の演習を覚えてるな。イメージャン、チームワークだ。あら、一緒に死んでやるのもチームワークというやつだ。だろ、リンネガンが揃ったか。下半身は回復が進んでるな。オビト、残念だが、赤でお前たちに後を頼むと子供のように拝んでる。まるでわがままなクソが。ようやく体が温まってきたぜ。